っております。どうも紫藤アノンです。いや何に怒ってるのアノンちゃんって皆さん心配してると思うんですよ。単刀直入に言いましょう。低評価つける人に怒っています。ここ数ヶ月なんですが、生放送の待機場所を作ると低評価をつける方がどうやらいらっしゃるみたいなんですよ。スクショを撮ってあるので確認していただきたいんですけど、こんな感じでね、低評価がついてるわけですよ。しかもこれは配信始まる前ですよ。放送すら見てないのに低評価押すって何なん？まあまあまあ、ここまでならね、私が嫌いなんだなーで済むんですけど、皆さんここからですよ。一番腹立つポイントはこれ、見てください。これは配信が終わった後のスクショです。気がつきましたか？低評価消えてるんですよ。別に低評価つけることに怒ってるわけじゃないんぞ。アノンは YouTube の低評価システムって嫌いじゃないんですよ。だってこの動画が嫌いって素直に押せるっていいじゃないですか。私はめったに怒らないんですけど、こんなマシュマロが来てたんで怒らさせていただきました。以上。